さあ、どうやさ、ショーコルでございます。さ、前回のブラドラでニトリにてこの大きい箱を購入しましたよ。いろんな YouTube クリエイターの方がいらっしゃいますけど、商品レビューとかさ、あるじゃないですか。僕はね、商品の説明とかその商品への知識とかお伝えが難しいので、無知なんでね。なので、せめて購入するまでをお見せしようというところでブラドラやっておりますよ。さ、本来の目的は、私今日本屋さんに行きたいと思ってるんですよ。そして、ま、ニトリに行ってこういったものがあればいいなっていうものが一応あったから、それ購入しました。5000円です。ただね、こいつ買ってしまうと家に帰ってから私掃除を一生懸命頑張らないといけないんですよ。どうしようか私ね、なかなか休みがないんですよ。まあ、ありがたいことなんですけど、こういったね、職場から職場への移動の中でこういった動画を撮ったり買い物したりしております。まだね、このチャンネル始まって3月の24日に始まったので1年経ってないですけど、よくもまあね、1年も動画続けてますね。もうすぐ1年を迎える中で700人ちょっとの方がご登録いただいておりますので、いいですね。こう動画を出して結果としてチャンネル登録をしてくださる方がいて、非常にキャッチボールが早いんですよ。出す、見てもらえる、出す、見てもらえるっていうのがね、なんかこうものづくり、一応動画もものとして考えると、ものづくりっていうもののね、その速さ、通常もっとね、例えば瀬戸さんとかさ、こだわってる方はそのものづくりに対しての時間のかけ方も技術も素晴らしいものがあるんでね、そのよりコール&レスポンスじゃないけど、その辺がはっきりと分かるから何年も続けていらっしゃるんでしょう。僕もそうなりたいですね。さあ、私ただいまずっと運転をしておりますが、ここ一方通行というか片道の大きい道なんですけど、前にあのガソリンのタンク車がいらっしゃいますので、前が一切見えません。それもそれでいいではないか。トラックばっかり、トラックばっかり。あー、トイレ行きたいな。車乗っててさ、トイレ行きたいなと思ってコンビニ行くじゃないですか。車から降りてトイレに行くまでの距離ってすごい緊張しません？なんかこう、なんだろう、ああ早く解き放ちたいって思って車降りて、だけどもしトイレ使ってたらどうしよう。そこの緊張感がね、僕いつも耐えれないんですよ。耐えれないってあれですよ、漏らしたことはないんですけど、なんか誰か入ってたらどうしようって思っちゃう。で、その人が長かったらどうしようっていうのを考えると、僕はなかなかコンビニのトイレを借りるっていうことがね、ちょっと怖くてできないんですよ。うまい具合にね、どっかに商業施設があってさ、そこにトイレがあればそっちの方が大きいじゃないですか。で、男性用トイレってね、4つぐらいこうポンポンって並んでたりするから、そういう時安心するんですけど、コンビニはね、ちょっといかんせん怖いんですよね。なんか比較的新しいコンビニだと男性用トイレ、本当のもう小便器だけがあるところだったらもう何十秒待てばの話だとは思うんですけど、なんか個室でさ、女性用トイレで男性女性用トイレってなってると、この人はいつ出てくるんだろうってすごい思うんですよ。その時間がね、非常に耐えれないんです、僕。だからね、今もうコンビニに泊まるということはせずにね、早く本屋さん着かないかなっていう気持ちで運転しております。さあ、黄色から赤になり、そして右折専用のものが出ました。曲がります。曲がって直進をするが、すぐに信号があります。赤です。さあ、私の暴行がそろそろ悲鳴を上げ出しますよ。どうなんだどうなんだ、いけるのか。青信号、次は赤信号、そして右手にはセブンイレブンがありますが、セブンイレブンは怖いから行かない。ここで右折を待つが、すぐそこにコンビニはある。だがしかし、駐車している車が1、2、3、4、5、6、トイレを使っていない保証がない。それであれば私は商業施設のトイレを優先いたします。さあ、青信号に変わりました。直進車両が非常に多いので曲がる機会がございません。これは信号の切り替えのタイミングとともに右折できる矢も、いけるよ、行っちゃおっか、行っちゃお、行っちゃって。
商業施設に停めるまでにあと2つほど試練の信号がございます。スムーズに行けばいいですね。てかそもそもさっきの1回目のブラドラでトイレ行っときゃよかったんだよ。さあ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 、いいね、調子いいよ。青信号です。はい、青信号通過。そしてラストの信号は赤嘘やん。まだ大丈夫、まだ大丈夫。さあ青信号を渡り、もうここでいいか、駐車場ここも利用させていただく予定なので、止まれ、歩行者なし。着いたね。暗いね。大丈夫ですか。おい、着いた着いた着いたよ、着いた着いた着いた。はい、着きました。意外と平気だぞ。さあトイレ行こう、そして本屋も行こう。さあ行ってきます。